はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、シャオミのミースマートバンド7プロ、しばらく使ってみた編やってみたいと思います。はい、でまず最初に僕がスマートバンドに求めるもの、それは時計、万歩計、睡眠データ、パイ。はい、このパイに関してはまた後で。そしてシャオミの体重計をアプリ連動させてるんで、そこも重要視してます。で以上。はい、難しいことは求めてないんで、そういうライトユーザー視点であること、そのあたりはご了承ください。ただ実は僕、大の時計嫌い、何も手にアクセサリーつけたくない派なのに、僕にとってスマートバンドはこの軽さ、コンパクトさ、つけてることを忘れさせてくれることから、まさかの土定着。その点はすごく気に入っていて、なくてはならないガジェットに昇華してます。毎日ずっとつけてるガジェットなんで、今回これちょっとより大きく時計感の出たこのシャオミのミースマートバンド7プロ、これは定着するのか、であとバッテリー持ちはどうなのか、そのあたりがかなり気になってました。でこのミースマートバンドにしても、4よりも5よりこの6の方が大画面多機能になった分、実はバッテリーの持ちが悪くなってたんで、そこはちょっと気になるところ。ということで今回ミースマートバンド7プロ、一体どんなものだったのか、ちょっとお話ししていきたいと思います。でとにかくまず見た目、はい、こっちよりも断然こっちの方がまるでスマートウォッチ、見た目も所有感も高め、いいものを使ってるっていう印象がありました。で付け心地に関して、少なくとも僕はこれからこれ大きくなったことについてデメリットを感じませんでした。ここは結構自分でも意外で、もうこれ大きくなったことできっと気になるだろうなって思っていたんですけど、全く大丈夫でした。逆にこっち、右手にもミースマートバンド6してたんですけど、まあ右にこれをつける違和感、これは半端なかったです。やっぱりそういう慣れってあるんすかね。なんで僕は少なくともこの大きさに関して特に問題を感じませんでした。たまに腕が物に当たるとき、ちょっとやっぱりサイズがでかくなったんで、若干気になる場面はありましたけど、むしろこのバンド、はい、わかります?このプロはしっかり止めるタイプのバンドなんで、その点こちら、ミースマートバンド系は、こういうことありますよね。結構すぐ外れちゃうんで、このあたりむしろ装着感でいくと、バンドも含めて、プロの方が良かった気がします。で、あと測定差、睡眠や万歩計、そのあたりは、まあ僕が使ってる分に、ある意味誤差範囲内、特に大きく離れることはなかったです。で、一番びっくりしたのが、バッテリー持ち。このプロ、思ったよりかなり良かったです。ただしこれは、どっちも最低限の設定。大方常時測定できるもの、これを全部外して測定したんですけど、実は一個、このミースマートバンド6の方は血中酸素だけオンになってました。でさらにこのミースマートバンド6は昨年7月購入なんで、このあたりバッテリー持ちの際かなり出ていたのかもしれません。でもね、まず初日 100% スタートで、2日目、3日目、4日目、5日目で、ここで、ミースマートバンド6、ギブアップ、充電してくださいが出たんで、ここで測定終了。その時点でなんとこちら、まだ半分にもなってませんでした。はい、なんでこのあたり、思ったよりもしっかりバッテリー持ったイメージがありました。ただこれ、最低レベル負荷でこの結果です。このあたりはお間違いのないように。で、この2つ、やっぱり使ってみて思ったのは、言わずもがな、画面でかくて見やすい。ここはほんとかなり素晴らしいポイント。で、あとね、この2つの際としては、このプロの方、GPS 内蔵なんで、位置計測精度が超優秀。ただしこれ、僕は全く使わないんで、特に優位性は感じませんでした。で、あとこれ、気になったポイントとして、この DND、これね、時刻設定をして、その間は持ち上げて画面起動、これをオフにする。要はスリープモードみたいな、そういった機能だと思うんですけど、これに設定した朝の時間、この時間にバイブレーションするんですよ。これどういう仕様っていう、朝だいたい8時以降から持ち上げてスリープ解除、それを起動させたいと思って8時に設定するとします。すると何曜日にかかわらず、8時にバイブで起こされます。はい、これ8時半起きでいい時もあるし、もっと早い時間設定しちゃうと、その時間にバイブ振動するんで、起こされるんすよ。ここはまず気になったポイント。で、あと僕が、この2つに期待してる機能として、LINE 通知、これがあるんですけど、なぜかこれ、こっちの方が早いんすよ。
これもほんの秒差なんですけど、ちょっと気になるポイントではありました。で、アプリを開いたとき、こっちはもう開いた時点で接続されている感じなんですけど、こっちの場合は、はい、わかります？今ちょっとクルクルしてましたよね。これがたまにもう少し待たされる時もあって、ちょっとスマートさにかけました。はい、結構細かいですけど、どうしても比較するとちょっと気になったポイントでした。で、そのアプリに関して、なぜかこの無印とプロ、使うアプリが違います。こっちはジップライフ、こっちがミーフィットネス。はい、これコメント欄で、製造元が違うっていう情報をいただいたんですけど、これ僕は調べきれず、未確認なんで、ご存知の方いらっしゃったら教えてください。で、そういった理由からか、アプリが違う。これですよ。はい、正直言うと、ミースマートバンド7プロ、僕には定着しませんでした。今からそのポイント、いくつかお話ししてみたいと思います。まずはこれ、ジョージオンディスプレイ。これが思ってたんと違うかった。ジョージオンディスプレイは、こういった暗い画面になってます。で、次、冒頭でお話しした、パイ。パーソナルアクティビティインテリジェンス。あ、これ僕もよくわかってませんけど、最近では、心拍測定可能な、こういったスマートバンドやスマートウォッチ、それに採用されていることが多い、運動指標。それがパイ。はい、実は、こっちのミースマートバンド6は使えるけど、このミースマートバンド7プロ、こっちはパイ、使えないんですよ。はい、僕はこれ、一応数少ない、このスマートバンドに求めていた、その機能のうちの一つなんで、これがまずなかったこと、ここは当たり前にあるだろうって思ってたんで、ちょっとびっくりしました。で、さらに、僕が求めている機能、アプリと体重計の連動、これは単純に、シャオミ製の体重計使ってるんで、それに乗って測定すると、Bluetooth で情報が飛んで、毎朝測定結果、どんどん蓄積していくんですけど、この体重計のアプリ連動、これがこの、Mi スマートバンド7 Pro のアプリ、Mi Fitness にはありませんでした。はい、これもまたびっくり。なんでやねんっていう感じで。で、もしも連動させたかったら、こっち用のアプリ、ZipLife に、体重測定データを貯めておいて、つどつど手動で、ジップライフから、ミーフィットネスへ、転送する必要があって、いや、これ、こっちにするっていうことは、ミーフィットネスとジップライフ、二つのアプリを常駐させる必要も出てきます。あ、もうこの時点でかなりスマートじゃなくなってきて、僕には合わないと思ったポイントでした。で、そもそもこの、ミースマートバンド6、こっちに不満があまりなかっただけに、わざわざ不便が増えることに対して、この画面のデカさ、これが勝てなかったと言えます。はい、ただしこれ、あくまで僕の主観なんで、ご自身に当てはめてみて、自分だったらどうだろうっていうご参考にしていただければと思います。というのも、例えば、ランニングよくされるとか、高精度な GPS、そこに重点を置かれる方、シャオミの体重計そもそも使ってない方など、もう画面でかくて、長時間バッテリーっていうとこだけでも、やっぱりミースマートバンド7プロの方がいいっていう方もいらっしゃるんで、その点はお気をつけください。ただ一点、ほんと残念だったのは、ジップライフっていうこっちのアプリ、かなりよくできてるんで、なんで同じにしなかったのか、もうできればこういったもの、無印とプロなら、完全に上位モデルであってほしかった。いや、まさかこんなに違うとは思ってなかったんで、もっとわかりやすく、ブランド名変更ぐらいはしてほしかったです。はい、ということで今回残念ながら、ミースマートバンド7プロは、合いませんでした。なんでもうこれを外して、はい、こんな感じ。今日までお疲れ様でした。一応今回ご紹介した商品の関連リンク、説明欄に書いておきますんで、よかったらチェックしてみてください。あ、で最後に、これやっときます。あれ、さ、今何時？はい、こんな感じ。わかります？さ、電気消して。はい、これいります？僕には全く不要だったんで、ここも特に活用はしませんでした。レコードとに喋りかけた方が早いし、そもそも僕はスマホとかにあまり喋りかけません。 Google アシスタントとか使わないんで、そうなるとこれに搭載されているあれ、僕には定着しませんでした。はい、ということで、いや、もうほんと期待してただけに個人的には残念だったんですけど、あくまでそれは個人的な話なんで、ユーザーさんいらっしゃったらすいません。お気を悪くされてましたら謝ります。ただ僕は個人的にミースマートバンド6の方が好みだったんで、また今月末あたりブラックフライデーで
ミースマートバンド7、お安くなってたら買ってみようと思ってます。なんでもし気になる方はお済みでない場合はチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。